LR ビチェンツァはイタリアビチェンツァを本拠地とするサッカークラブ。2021から22シーズンはセリエ B に参加している。1902年創設。1910から11シーズンにイタリア選手権に初めて参加し、決勝に進んだが、当時のイタリアで最高のチームの一つであったプロベルチェッリに敗れた。1920年代から1930年代は、 カイディビジョンに所属し、1942から43シーズンに初めてセリエ A に昇格した。同シーズンは最終節にトリノでユベントスを6-2で破り、それによって降格を免れた。1946から47シーズンにはセリエ A で5位となったが、その翌シーズンは21チーム中に10位に沈み、セリエ B に降格した。 1950年代前半には財政難に直面したが、1953年にスキー王の養毛会社ラネロッシにクラブが買収され、ラネロッシビチェンツァに改名された。1955年から1975年にかけてビチェンツァは一度もセリエ A から落ちることなく、より名高いクラブを相手に悪戦苦闘を続けた。この時代のビチェンツァには、 ケタカキプロビンチャーーというニックネームが付けられた1963から64シーズンと1965から66シーズンに6位となり、1965から66シーズンはブラジル人 FW のルイス・ビニシオが25ゴールで得点王に輝いた。1975年にセリエ B に降格したが、 1976から77シーズンに優勝すると、翌1977から78シーズンのセリエ A では24ゴールを挙げて、得点王となった若きパオロロシを要して2位となった。このシーズンのチームには、レアルビチェンツァというニックネームが付けられた。ユベントスからロッシを完全移籍させるために、クラブの会長、ジュゼッペ・ファリーナは、 当時の最高遺跡金額となる2600万リラを支払ったが、1979年にセリエ B 降格、さらに1981年にはセリエ C1 に降格した。1980年代中盤、ロベルトバッチョはこのクラブで自身のキャリアをスタートさせた。1985から86シーズン、セリエ B で3位となって、セリエ A 昇格を決めたが、 第二次トトネロスキャンダルに関与したことへの処分として昇格が取り消された1986から87シーズンにはセリエ C1 降格が決まった。1990年に現在のクラブ名となった。1993年にセリエ B に昇格。1995年にセリエ A に昇格した。1995から96シーズンのリーグで9位。 1997年のコッパイタリアでは SSC ナポリを合計スコア3-1で下して優勝した。コッパイタリア優勝により出場権を獲得した1997から98シーズンのカップウィナーズカップでは準決勝でイングランドのチェルシーに敗れた。1999年にセリエ B に降格2001年にセリエ A に復帰した。 2004から05シーズン、負ければ、セリエ C1 への降格が決まるセリエ B の降格プレイオフにおいて、トレースティーナに敗れたが、イタリアサッカー連盟がジェノアとペルージャを降格させた、ためセリエ B に再登録された。2018年1月18日、裁判により破産が決定した。前年の9月から給与の支払いが滞り1月に、入ってからは、 選手からストライキを起こされていた。一時は四部降格の危機もあったが、プレイアウトの機会が認められ勝利し残留。クラブは新たなオーナーに移乗され、バッサーのビルトゥス 55ST と合併し、LR ビチェンツァビルトゥスという名称になった。2021年、クラブからビルトゥスという名前消え、LR ビチェンツァという、クラブ名になった。なし中、選手の国籍表記は、 フィファの定めた代表資格ルールに基づく。十選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。十選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。